今緊急で動画撮ってるんですけれども、すごいもの見つけちゃいました。今日100均に行ってきて、こうディスプレイに使えるもの何かないかなっていう風に探してたんですけど、すごいのがあったんですよ。先日動画でも紹介させていただきました、こちらのエースのアクリルブロックですね。こちらをこう入れるケース何かないかなと思って今日探してたら、これです。これダイソーで買いました。ディスプレイボックス L っていうタイプですね。これすごいんですよ。これ自体のサイズが今ちょっと動画にも映ってるんですけど、内寸で縦 10センチ、横 14.8 センチで、幅が約4センチかなっていう風に、なってます。でこれがなんと、見てもらったら分かるんですけど、ギリギリ入る、もうなんならこのアクリルブロックのために作られたケースなんじゃないかぐらいバッチリはまるんですよ。では早速入れていきましょう。こんな感じでパカッと開くようなタイプですね。横は本当にギリギリなんで、ちょっとこう入れ方コツあると思うんですけど、こんな感じでどうですか、すごく良くないですか。だいたいまあ1センチちょっと余るかなっていう感じですね。で横はぴったり、縦がちょっと余ったぐらいですね。やっぱりこうディスプレイする上で大事なのって、やっぱりホコリとか汚れとかそういったのがつかないように飾ることだと思うんですよね。その点ではこの100均で買ったケース、めちゃくちゃおすすめです。こんな感じで、ちょっとちっちゃいものだったら手前にも入りそうなので、置き方工夫するといろいろ使えるかもしれません。まあ、こんな感じでですね、短くはあるんですけれども、ちょっとすごいもの見つけちゃってたのでご報告させていただきました。よかったら皆さんも、まあ、ご存知の方ももしかしたらいたかもしれないんですけれども、よかったらアクリルブロック飾るのにぜひ使ってみてください。短くなったんですが、これで動画終わりたいと思います。 こちらまでご視聴ありがとうございました。それではチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。バイバーイ。